限定前橋市とのコラボポストカード先着2000名様に配布しております。こちら前橋市出身の細貝はじめ選手と前橋市のコラボポストカードとなっております。本日はね、北関東ダービーということでアウェイの栃木 SC からマスコットキャラクタートッキーが来てくれました。トッキーよいしょー、いや元気がいいですね。さあよろしくお願いいたします。はい、それでは参ります。今ジャスパ群馬に所属している選手の中で栃木 SC に在籍したことがある選手は3名いる。これ丸くますか、考えてください。トッキー持ち主ってるでしょ。さあどうでしょう、2人は分かるよね。さあそれではせーのであげてくださいね。せーのどうぞ。2人ともバツですね。会場の皆さんどうですか、この辺。あ、うなずいてらっしゃる方結構いらっしゃいますね。さあそれでは答え発表します。答えはバツです。正解。イエーイ。選手は実は今ジャスパ群馬には一人もいないですね。栃木 SC さんに所属したことがある選手は。分かった。お、さすがですね。場内での傘を差しての観客、仮にゲストの場合は室内の自由にします。こちらはゲート、疲労対策のため QR カップインです。本日は道楽通り近くにあります。常に一律購入いただけるお得な機会となっております。パンケジャのアスレチョコミスから美味しいパン屋さん16人です。私たち高崎高校和太鼓部20代目男組です。司会進行は私三沢と村上が務めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、まあ、結果は今までの、 今年の結果も残念な結果ですけど、こうやってサポーターがすごく、いい感じに迎えてくれましたし、チームとしてもそういうところでしっかり勝たなきゃいけない、スタジアムの雰囲気も今日は違うと思うので、じゃあ絶対に負けないようにしっかり勝つように戦いたいと思います。その中で和田選手、6月ぶりの先発となりますが、どんな活躍期待しての起用でしょうか。はい、トレーニングにもすごくいいですし、この前の千葉戦なんかでも良さは出てたので、まあ、ボール持ってためを作れる、攻撃に変化作れるところは出してほしいなと思っています。
ホーム戦も残り2試合となります。サポーターへメッセージお願いできますか。はい、本当勝ててない中でもすごく応援してくれてるのすごく感じてますし、選手は良さを出しているので、絶対に勝つってところはしっかり出したいと思いますし、勝ってサポーター、スタジアムに来てくれたお客さんと一緒に喜びを分かち合いたいと思います。本日のゲストをお迎えいたしましょう。ルーキー人間背番号22、高橋優里亜選手です。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。同じ服を着ているんですけど、やっぱ全然違いますね。選手とおじさんが着るんですよね。お似合いで。お料理似合ってます。本当ですか、ね。まあそうですね、まあ、左サイドバックも大学の時の途中にコンバートされたって感じだったんで、まあチーム入った時はそうですけど、まあその前もボランチとかセンターバックとかやってたんで、まあどこでもできるって感じです。そうですよね。
こっちはやりきることをシュートどんどん打つこと OK ね。こういうゲームを勝たなきゃダメよ。こういうゲームでしっかり勝って喜ばしてあげよう。自分たちも喜ぼう。 OK 最強絶対か。ごめんなごめんなごめんよ。シュート行くぞ。シュート行くぞ。待て45。 OK もう一回入りね。しっかりやるよ。ダービーラスト45だよ。で勝つよみんなで。さあさあ行くよ。行こう。ゲームに向けて準備はしっかりしたいと思います。失点しなかったそこはすごく戦ってくれたと思いますけど、やっぱチャンスを作るところ、チャンスを決め切る、リスタート含めてそこで点を取るというところは本当に課題なので、そこで取れるか取れないかで勝てる、引き分ける、負ける全然変わってくるので、勝てるためにというところは1週間でしっかり準備したいなと思っています。